おはようございます。今日は8月29日火曜日朝5時ちょうどです。なんとなく空が秋めいてきた、秋の空って感じがしています。とても心地の良い風が今吹いてきていて、気持ちがいいです。気温もちょうどいいぐらいですね。なんとなくこう秋の感じがしてきたんですけど、まだまだ日中は暑くて、今日も33度、4度予想になっていて、非常に暑い、もう猛暑日手前ぐらいまで上がるんですけど、まあ8月もあと、今日入れて3日で終了ですね。はい、で、今日撮影に使っているカメラですが、引き続きソニーの ZV-E1 に、レンズが、フルサイズ用の 20mmF1.8 の G レンズ、SEL20F18G を使っています。まあ、この ZV-1 とこのレンズ組み合わせた時にかなり暗所に強くなるので、まあ、今も相当暗いんですけど、綺麗に映ってるんじゃないでしょうか。特にこういったところ、この辺りなんか相当暗いんですけど、あんまりノイズ出ずに綺麗に映ってるんじゃないかな。ちなみに ISO は上限12800、F1.8 シャッタースピードは50分の1固定にしています。これさっきからね、なんかこの辺りちょろちょろ飛んでるの、これコウモリですね。あら、いなくなったかな。多分映っているかと思うんですけど、コウモリがこの時間から飛んでいます。それではモーニングコーヒーいただきます。うまい。まあ、いよいよ8月もあと3日で終了で9月スタートなんですけど、まあ、今年の夏は本当にちょっと遊びに行けなかったな。まあ、行けないとは思ってたんですけど、まあ、それでも北海道に行ったりだとか、あと、まあ、愛媛、まあ、鳴門は2日間行って、もう試合に行っただけなんで、まあ、大したことなかったんですけど、まあ、愛媛の道後温泉に行けたりだとか、北海道、まあ、1週間行って、で、合間に旭川の方だとか、富良野の方に、富良野美瑛の方にも行けたんで、まあ、それなりに動いてるのかな。結構いろんなところには行けたんですけど、まあ、夏一番楽しみにしている川遊びだとか、まあ、最近海には行ってないんですけど、まあ、そういった水を使った遊びっていうのはね、もうほとんどちょっとできなかったですね。まあ、穴吹川に、まあ、1回だけ、まあ、午後から行って、まあ、朝、次の日の朝までだったんですけど、まあ、ジル520納車してから、まあ、納車になってから、一度だけちょっと試して使ってみたいということで、まあ、徳島の穴吹川に1回行ったのが、まあ、多分それが最初で最後になるのかな。もう1回ぐらいちょっとね、9月の頭ぐらいには行きたいなと思ってるんですけど、まあ、今年はこの後、秋10月に今国体があるんですが、まあ、国体は、まあ、ホテル泊にするか、まあ、キャンピングカーで行こうか、ちょっとそのあたりまだ決めきれてないんですけど、まあ、日程の関係で、まあ、ホテルではなくて、ひょっとしたら車で行った方がいいのかななんて考えたりしています。ちょっとそのあたりもね、そろそろ決めなきゃダメなんですけど、ちょっと日程と、あと、まあ、仕事の方の都合なんかと照らし合わせながら、予定決めていきたいなと思っています。で、キャンピングカーも、かなりこう使い勝手良くなってきて、まあ、いろいろ装備面なんかも、まあ、試してはいるんですけど、まあ、やっぱり外部電源をどう確保するか。まあ、どうしてもエアコン使うときっていうのはもうバッテリーだけでもう何日もっていうのはちょっとなかなか難しくて、まあ、エンジンかけたりだとか、あと発電機なんかで発電しながら使うっていうのがやっぱり、基準になってくるんですけど、まあ、外から電源あるところなんかは全然問題ないんですが、夜間はバッテリーでの、インバータ駆動で、まあ、エアコン使うっていう使い方になるかと思うんですけど、やっぱり日中どう電源を確保するかっていうのがね、ちょっと課題だなと感じています。まあ、このあたり今岡モーターさんに実はいろいろちょっとお願いしていて、まあ、そのあたりちょっとまた工夫しながら、まあ、夏をど、まあ、今年の夏はもうちょっとで終わりですけど、まあ、来年以降どういうふうにこうエアコン日中使うときにクリアしていくかっていうのをね、ちょっともう少し考えていこうかなと思っています。外めちゃめちゃ暑いです。ただジル520の車内、あらかじめエアコンつけておいたのでめっちゃ涼しいです。快適。で、今日は何やるかというと、また520の快適化ネタちょっとだけやろうかと思うんですけど、こいつ取り付けします。これ以前の動画でも一度紹介したんですけど、ここについているこの引き出しです。後付けする、
この両面テープで貼り付けするタイプの引き出しになります。で、このダイネットのテーブルの下にこんな感じで貼り付けして前回装着したんですけど、この足を挟んで、ここかな、この反対側、ここにも同じスペースがあるので、追加で引き出しもう一個ね取り付けします。で、早速取り付けやっていこうかと思ったところ、いつも使用している超強力両面テープがちょうど切れちゃったんで、今新しいものを購入してきました。まあ、これ種類ね、同じものです。幅違い、こっちが19ミリ、こっちが12ミリ。まあ、若干ね、細い幅と少し太めの幅の、2種類購入してきました。これかなり強力に貼れる両面テープなんですけど、一回貼っちゃうと剥がすの結構大変です。で、こういった感じで2種類幅の違うものを用意しておくと、いろいろ、細かい作業するときに便利なので、まあ、一種類ね、カットするのもいいんですけど、まあ、最初から2種類用意しておけば結構ね、何かと便利なので、今回2種類用意しました。取り付け方法自体は、本来はこう、ペチャッと、両面テープで貼っちゃえばいいんですけど、どうしてもこのジル520のこのテーブルってね、ここに段差があるんですね。で、この段差をどうしても埋めないといけないので、また、廃材の板カットして、そこの穴埋めに使おうかと思います。廃材のカット完了しました。まあ、こんな感じで一回り小さいぐらいにサイズ合わせてカットしました。で、上から合わせてみるとこんな感じです。若干小さめにカットしています。両面テープを剥がして、じゃあまずは引き出しと板貼り付けしていきます。引き出しと板の貼り付け完了です。位置合わせするために一旦テーブルを取り外しして裏側にしてみました。まあこんな感じかな。うん。まあちょっとバランス考えてこの辺りで貼り付けやっていきます。両面テープこれぐらいでいけるかな。前回貼り付けした時がまあ同じような感じで確か貼ったんで、まあ、多分重量的にも大丈夫かと思うんですけど、じゃあ位置ちゃんと決めて貼り付けしていきます。こんな感じで貼り付け完了です。まあ、本当に両面テープで貼り付けするだけなので、まあ、作業自体めちゃめちゃ簡単なんですけど、これね、壊れた時に剥がすのがどうなんだろう。ちゃんと綺麗に剥がれるかどうか、そっちの方がちょっと心配です。こんな感じで引き出し取り付け完了しました。で、まあ、何を入れるかっていうのはちょっとまだ決めてないんですけど、片側はこんな感じで多分リモコン類ですね。リモコン類と、で、もう片側には、まあ、スプーンとかフォークなんか入れてもいいんですけどね、お箸とか。まあ、こういった文具類、ハサミとかカッターとかペン類ですかね。まあ、こういった類のものを収納するスペースにしようかと思います。ちょっとまだ、どういった用途で使うかっていうのはね、まあ、今後、また考えていきます。まあ、とにかく、こう、ロック付きなんで、走行中にもこう、飛び出したりしないっていうところはいいですね。はい。ただ、あと中が、こう、カタカタ走行中に揺れそうなので、ちょっと緩衝材かなんか、入れといた方がいいかもしれないですね。18時になりました。高松市の中心部、河原町にやってきています。今日はこの後家族と一緒にお食事してきます。今日の夕食はこちらでいただきます。ちょっと珍しいお店なんですけど、穴子料理専門店です。なごみさん。今日は穴子のコース料理いただきます。じゃあまずは生から。うわ、喉乾いた。いただきます。うまい。いただきます。うん、ほんまコリコリ。そうですよ。卵焼きめっちゃうまそうなんですけど、中に穴子が入ってます。うん、ホクホク、うま、美味しそう。ちなみに今日のコースですが、これです。お次は天ぷらです。うわ、めっちゃうまそう。アナゴ。はい、うん、ありがとうございます。うまいですね。きたー。うわ、めっちゃうまそう。お箸で取りにくいのでスプーンでいただきます。
うまっ、めっちゃうまい。うまい、エビの唐揚げサービスいただきました。ありがとうございます。うまそう。うん、おいしい。カリカリ、茶碗蒸しです。穴子の茶碗蒸し。あ、香りがいい。これ柚子かな、柚子の香り。いただきます。うん、香りがめっちゃいい。美味しいです。赤だしいただきます。ごちそうさまでした。もうお腹いっぱいです。めちゃめちゃうまかったです。穴子料理めちゃめちゃうまかったです。ごちそうさまでした。じゃあ帰りは娘の運転で帰ります。安全運転でよろしくお願いします。